おじさんにはきついぞ今の反応すんのは。こんな攻撃もしてきたな、そういえば。なになに、その動き。はい。お、ちょっと待って、ゆ、なるほど。何今の。なんか上に打ってたけど、これ降ってきたってこと。マジか。水、あー近い。水場やめた方がいいかもしれない。基本的にこのラッシュで倒しちゃいいか。HP あるけど、え、これだけ。え、カチカチじゃんこれ。パターン入ったか。あ、逃げた。入る。あ、いける。見切ったぞ、すべて。ほいよ。あぶね。その野獣モードやめてほしい。待て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 、乗れなかったぞ今。なんで乗れるときと乗れないときある。うーわ、飯ない。リンゴバクつくか。バンバンビガロー。18、22、ゾーラの体験。リンゴ足りなかったか。リンゴ足りなかった説あるな。未発見時昼道を乗れる。ああ、そういうことか。そういうことね。まあ、とにかくラッシュに持ってきゃ勝てるから。武器次第だな。壊れちゃうんだよな、叩きすぎて。いいよいいよ、パターン入ってるよ。もういっちゃおう。あ、来ないか。ちょっと離れて。はいはい。距離を取ると良くないよ。何その動き。どこ行くの。うわ、おじさんには今きついぞ今の。反応すんのは。やべ。こいつ回復アイテムがないぞ。もうこの HP で行くしかないな。いけるいけるいける。ラッシュのこのあと一回挑んでみるか。怖いんだよな。
持ち替えて。いいよ。これ4回ぐらいやらせてくれるから、ライネルさん。2回、うん、3回。はい。あ、3回止まり。で、今装備してるのが26か。見えない見えない。よくないよくない。あー、危ねー。よく反応した、リンク。ナイス。そろそろ壊れるよね、両手剣が。で、ちゃんと避けてから、その避け最中に武器をチェンジ、ゾーラの体験に持ち替え、ラッシュ。素晴らしい。避ける。朝飯前。来ない。いやー、引かれた。どこ行った、どこ行った。あ、うん、いけるか、乗れるか、乗れないか、乗れない乗れない。あ、ダッシュを岩にぶつけるみたいな感じか。そういう戦法もできるのか。あいつの突進を見て岩にぶつけさせるみたいな、そういう戦法もありか。何そのジャンプ。上昇ゲルが、いや、変なことすんな。ダッシュに徹しろ。危ねえ。うわ、ゾロの体験が。どうしよう。18にすっか。ちょっと落ちるけど火力は稼げるだろう。いいね、いいよ、今んとこいいよ、調子いいよ。引きを抜かなければこの流れでいける。よし、よし、よし、見失う。これじゃ足りないんだよな。これか。ラディッシュ食ってこんなキャラも十分だろうね。あれ、ラッシュ。マジか、もう壊れんのか。そっか、パリーのやつか、これ。こんな攻撃もしてきたな、そういえば。なになに、その動き。ちょっと待って、読めんぞ、その動きは。えい。14か。14だな。すぐ壊れるじゃん。マジか。武器がなくなってきたぞ。うわー、怖い。パリー。なんだ、なんで、あ、武器持ってなかった、くっそ、もったいね。トゲコンにする。トゲコン、すぐ壊れそうだけどな。相手も倒せそうなんだよな、あとちょっとで。燃費いいぞ、火力少ないけど。
した？オッケー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 倒した？うん。よし。やった！武器ゲット。いいね。すごいすごいすごい。潤沢。こんな強くなかったな。ああ、ちょっと離れてるな。で、試しの岬に行けばいいのか。こっちか。お、ブルファンゴいる。やるの？やるの？やんの？やんの？やんない？やるならやるけど、こっちも。やらないならやらないよ。ここにも刺さってんのか。練習してんのか、日々。ライネル。多分そうだよね、これね。練習してるよね、毎日。寡黙なやつだったんだな。ゾーラの戦士、貯水湖へ飛び込み、その勇気を示せ。なかなかいるよ、勇気、これ。行くか。貯水湖に飛び、普通にゾーンに乗ればいいんでしょ。何も飛び込まなくても。バルッタだ。うわあ、弓矢でなんかどうこうしなきゃいけないみたいな言ってたな。これ死んだか。あ、ダメだこれ。え、弾かれるな。弾かれる。そのバリアを形成するものを雷の矢でどうにかしなきゃいけないと、そんな話を前回していたような気がする。東の貯水湖で待っているシドと合流しよう。東の貯水湖は雷獣山のてっぺん、試しの岬の真下。あ、真下に行けばいいんだな。どこだ、どこ、真下来たよ。シドー、シドー、死んだか。あ、マップの光ってる。そっか。そうだな。なぜ今今までそれでクリアし、な、攻略してきたのにさ、なんでここに来てそれを忘れていたんだろう。そっか。あ、いた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 、いるんかい。いるんかい。ちだ。お、来たな、リンク。待ちわびていたぞ。ゾーラの鎧と電気の矢の準備はできたか。準備した。グッジョブだ。さすがはリンク。さあ、水の真珠を沈めに行くぞ。それ。え、水の真珠の背中を見てくれ。水が溢れてるね。あー、うん、ピンクに光る装置が見えるだろ。あれを電気の矢で射るんだぞ。君にはゾーラの鎧に宿る滝登りの力がある。俺が君を真珠のそばまで連れていく。そこの滝から飛び込んで狙うんだぞ。君ならやれる。俺は信じてるぞ。さあ、俺の背中に乗ってくれ。本当にいいのか。
何を言うんだ、全く問題ないぞ。よし来い。よし行くぞ。水の中から中なら誰にも負けんぞ。大事なとこで噛んだらルッタがこちらに反応している。一旦離れて攻め入る隙を伺うぞ。俺は全速力で突っ走る。チャンスと見たらルッタの滝に突っ込むぞ。珍獣バルッタは古代の不思議な力を使ってくる。氷のようなブロックも古代エネルギーらしい。大将は君に任せたぞ。あの氷を壊すんだ。あの氷を壊すんだ。え、いや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 、めちゃくちゃむずいよ。雷の矢じゃなくていいよな。あぶね。いや壊れたんですけど弓矢。弓矢じゃなくて弓。待て。落ち着け落ち着け。はやぶさ、当てりゃいいだけだからそんな威力は関係ないと思った。天才打ちが。電気の矢はあるな。電気の矢あるよ。え？何？あ登る。はいはい、かっこいい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 。ウィーン。リンク最高だ。こっちもアメリカ。はい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 。かっこいい。かっこいい。あ、その間これ撃ち落として近づいてみたいな感じか。いやすぐ壊れんな弓矢。ライネルの弓使うか。あでも3点バーストか。これ騎士でいいか。16本しかないぞ。近くまで来たところを撃ち落としたわ。確実性あるな。オッケー。で弓矢を電気の矢にして登る。かっこいい。これここかっこいい。いってこうだ。取った。どうだ。止まった。どっちもやった。あやったね。2枚抜きだ。待って。次は？あ、意外がボールがあるけど。うおー！気づかなかった。音で判断した今。なんか近づいてる音するなと思ったら。なるほど。嫌いか。あと5本。あ、なんか出てこの音がかっこいいな。あと3本、間に合うでしょう。いけ。待って、すごいとこで止めてごめん。わかれー。100発100中じゃないか。うおー最高だ。うお、静まり返った。おお晴れてきた。いいね。見ろリンク、ルッタの放水が弱くなったぞ。ルッタが浮上するぞ。君の目的は中に入ることだろ。そばまで寄せるぞ。うまくやってきてくれ。
た来た来た。これで内部に入って侵入して内から壊すと。リンク、ありがとう。おかげで神獣の放水は止まったぞ。けど、君がやらなきゃいけないことはここからが本番なんだろ。俺の CV と、あれだね、この CV 結構いい線いってない？幸運を祈っている。幸運を祈っている。ゾーラの里でまた会おう。ゾーラの里でまた会おう。待ってるぞ。リンク、君は最高だ。かっこいい指導。まだその言葉をもらうには早い。ここをクリアしてからその言葉また言ってほしい。ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。無事だったんだね。え？私思ってた、いつかあなたがここに来てくれるかもって。思い人。ガノンに乗っ取られたこのルッタを取り戻しに来たんだよね。そうだよ。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れて。うん、なんか声に元気ないな。あそこか。あれがマップの情報が入った誘導石。あそこまで行って。ボリュームが、ちょっと待ってね。よし、OK。ここがバルッタですか。武器がさ、マジで足りなさすぎるんじゃないかこれ。強い武器が一桁台の攻撃力しかないぞ。ライデルの体型ぐらいか。あ、こじんまり行くか最初は。ミーファタソー絶対助ける。弱い。で、開くと。で、この奥だよね。うん、どうやって入んのか。上からシャコって降りてきてる感じか。あの隙間入れるんじゃない？なんかわざわざ開いてるよな、あそこ。ってことは、アイスメーカーで、登れるかな？ああ、ちょっと高さがあるか。これで開けられないのかな？あ、開けれるわ。こういうことか。これが正解か。さあ、どういったマップの構造なのか、バルッタ。神獣のマップを手に入れたのね。うん。マップをよく見て。光っている印が神獣バルッタを制御する端末。うん。ルッタを取り戻すためには
制御端末を全部起動させないといけないの。ああ。頑張って。ウィ。穴動かす意味ある？え、これマックスにしたらどうなの？あ、動いてる動いてる。ミニマップ見て、右下も。うんうん。要はあの鼻先に行けるか否かみたいな感じか。この鼻を動かすことによって。そういうことなのか。まあ、とりあえず下からじゅんぐりやっていくか。これか制御端末。水抜きしなきゃいけないってことね。どうすんだこれ。このレバーを回せばいいのか。クランク的なやつを。え、なんで？ここ作れないわ。このレバー下。ってことは。これか？多いね。これぐるぐる回せばいいんだ。はい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 。でもこれぐらいの謎解きはね、数々の祠経験してるわけですから、楽勝っすよ。戻るとかないよ。あ、ちゃんと止まってくれてる。で、触って。残りの制御端末はあと4個。うん。頑張って。頑張る。何よりも頑張る。何これ。一番でかい歯車が、こう真上。これに乗らなきゃいけない？もしかして。こっち行ってみるか。なんだ、正気が上がってるけど。なんだ。全体を見渡そう。これ何？あー、中央端末か。で、全部の端末を動かしてやっとここに触れると動くと。このニンニク、そうだね、前回もそうだったよね。今回の神獣もこれ最終的なところだ。後々来るところだ。こんな音なんの？パーンっつって。で、どうやって上に行くかだよな。やっぱこのリフトを使わないといけないのか。あーなんか、あ、宝箱あるね。おい、で、何真ん中にボールあったな。情報が多いな。どうやった？弾がそこに入ってる間は何が起きるんだ？ドアか。ドアに続いてるな。こっちは何なの？これどうやって開けんの？
た時に取りに行けばいいのか。ここに貼り付いてればいいのか。あれ止めておく必要があるな。あの上下の板が宝箱を挟んでるんだよ。だからどっちかを止めておけば取れるようになるんじゃないか。どうしようかな。ビターロックで、ちょっと止めておいて、あーなるほどね、こっちについてんのね宝箱は。じゃあこの上の動く方を、あれを止めときゃいいのか。これだ、この状態で。でも時間が足りないぞ。どうやって取んのこれ。ここにいればいいのか。